大崎チャンネルジョッさあ、プロ野球。今日のピックアップニュース。不定期で開催されるピックアップニュース。プロ野球界の、えー、ニュースをさぞきが、えー、解説、えー、ぶった切っていこうっていうね、ところのコーナーですけども。まあ今年からね、始まりましたけど、不定期でね、ちょいちょい開催しますけども。今日のピックアップニュースはこちらです。サムネにもありますけども、松川校初の二軍降格、再調整っていうね、 え、ニュースをね、え、解説していきたいと思います。まあ、これがね、まあ、あの、よくね、え、佐々木も言いますけれども、監督が変わると、一番変わるのは、選手の使われ方です。ね。もちろん、雰囲気だったりとか、作戦だったりとか、いろんなことがね、え、変わる可能性はね、十分にあるけども、一番変わるのは、誰を使うか、誰を一軍にいるかっていうところの、使われる選手っていうのが、 変わるところです。ね。だからまあ簡単に言えば、まあ今回ね、まあ井口さんから吉井さんに監督が変わってね、ね、えー、昨年、レギュラーとしてね、まあキャッチャーとして、試合に出てて重宝されてたのは、まあ1年目の松川っていうね、えー、逆に、えー、田村はね、もう完全に干されて、えー、一軍では使わないっていう見切りをつけられた状態だった。それが監督が変わったことによって、まあね、 FA で残留した田村はね、結構抽選上で使われるようになって、松川の出番が減っていって、とうとうね、今回2軍で降格っていうね、形になりましたけども、他の選手といえばね、井口監督の時に重宝されてたのがね、えー、ダイソータイトルも取った和田っていうね、でも、えー、今年のマリンズで言えば吉井監督に代わって和田が2軍っていうね、えー、ところもありますけども、まあ和田に関してはね、こうずっと前から、えー、言ってましたけども、 このまま若いのに、もうダイソーのスペシャリストとして一軍に置いておくと、まあもちろん本人も一軍にいることの楽しさっていうやりがいっていうところもあれば、ね、通りっていうところのダイソーで取ったっていうね、えー、形に残るタイトルホルダーっていうね、名誉もあるけども、ね、ずっとそれでいったら、 年間10打席も打席に立たないで、これを晩年行くと、もうその立ち位置から抜け出せない。もうレギュラーを諦める年齢としては早すぎじゃないか。まあこれは本当に難しい問題。どちらか正しいっていうのはないけども、どうなんだろうっていうね。 え、ところはあるけども、まあ、そこがね、このダイソーのスペシャリストっていうよりも、自分の力でレギュラーとして頑張ってほしいっていうところ、あとは高部とかがね、まあ、今年は怪我してますけども、出てきたっていうところと、あとは藤原平さんもね、最近頑張ってる中でね、そう、ダイソーの一発だけでっていうね、えー、ところじゃなくてトータルで頑張ってほしいっていうね、えー、思いもあって多分ね、え、今二軍でなってますけども、これはま、ね、ポジティブなね、メリットっていう部分ではね、あると思うんで、そこは誰れも頑張ってね、また一軍に来てもらいたいなっていうところありますけども、今日はの本ではね、 松川っていうところでね。まあ、このね、二軍広格は、正直ね、良かったと思う。あの、松川の、えー、未来にとっても。昨年からずっと言ってたけども、ね、あの、松川を評価するときに、高卒一年目で、19歳なのにっていうね、こ一年目っていうところがね、枕の言葉につくと、時まではね、まだ、正当な評価はされてないとね。そう、下駄を履かしてもらって、一年目の割にすごいね。19歳の割にすごいね。っていうね、 ところがあるうちはまだまだっていうね、ところをずっと、えー、昨年からも言ってきましたけども、松川がね、でまあこうね、いろんなインタビュー聞いてるとね、もうキャッチャーは打つか勝つかなんで、えー、どちらかをしっかり両方できるように頑張っていきたいっていうね、インタビューを答えてましたけども、これは佐崎がね、常に言ってることを聞いてくれてそう言ってるのか、自分でそういう思いで言ってるのか分かりませんけども、佐崎が言ってることをね、組んでそうやって思ってくれてるっていう、もしっかりしたらね、嬉しいところではありますけどもね。っていうことはですよ、プロ野球のチームには、全員ピッチャーがスーパースターではない。 テクニカルなピッチャーもいれば、ゴーアンタイプのピッチャーもいるし、能力が引いてたピッチャーもいれば、そこまで引いててない平均の選手もいれば、ちょっと落ちる選手もいる。その選手たちをキャッチャーっていうのはリードして、盛り立てて、修正してやっていかなきゃいけないっていう中で。現状を考えると、まあもちろんそこの中にもいろんな難しさがある。それはわかってる。そのわかってる中でね、えー、言うとですね、佐々木朗希っていうところで、セットで、え試合に出ることか、 多かったですけども、もう皆さんもお分かりのように、別に松川じゃなくても佐々木朗希をリードしてキャッチングすることは誰でも可能なわけですよ。もうそろそろ皆さんもね、気づいてると思いますけども。ってなった時に、佐々木朗希に対して難しい配球のリードっていうのは正直いらないわけですよ。基本的に8割9割方はストレートと方向を投げていって、で、たまにスライダー、まあダルビッシュに教わったんで、スライダーの パーセンテージ増えるかもわからないですけども、ここまでの投球で言えばもうほぼ8割9割がストレートとフォーク。その中でスライダー、カーブをいつ投げるかね。っていうところで、佐々木朗希の勝つか負けるか、いいピッチングするかどうかは、多分リードじゃなくて、多分佐々木朗希本人の状態の問題で、 どうなるかっていうところの解説者も含めて評価になってくると思うんです。いや、あそこでフォークはダメだったでしょ。あそこでストレートはダメだったでしょ。みたいなね。あなもっとストライダー投げた方がいいですよなんて評価はしないわけですよ。ストレートがシュート回転で真ん中に入っちゃいましたね。メキシコ戦ホームラン打たれた時のようにフォークがちょっと落ちないで。 浮き気味なんで高く入ったら怖いですよねっていうね。その球種を選択したっていうよりも、その球の質、失、え、投、ー、かどうかっていうところが評価の対象になるっていうことを考えたら、正直そこまでリードは難しくないわけですよ。で、まあ他にね、えー、よく組んでたのがミ馬とか石川とかのね、ベテランコンビになりますけど、多分そこら辺は考えとしては、そういうベテランと組まして配球を勉強してほしい。ピッチャーが首振る中でそこを勉強して、えー、リードを、配球を、えー、成長してお、 行ってほしいっていうところがある中で、まあ、今回ミワもね、一回再調整っていうところで二軍になったんで、二軍に行ってみまとね、一緒のバッテリーを組んで一緒に帰ってくるっていうパターンをね、えー、考えられますけど、ね、多くのピッチャーを、ね、先ほども言ったようにテクニカル、ゴはいろんなピッチャーをリードして配球考えてやっていくことがね、あの、レギュラーとしてのポジションを築き上げていくことだし、多分多くの皆さんがチーム関係者もそうだし、松川が 大きく育ってもらうことを考えたら、あの、レベルの低いピッチャーも含めて、ね、すべてのピッチャーを把握しながら、どうやったら相手を打ち取れるのか、どうやったら最小失点で乗り切れるのか、3失点6回クオリティスタートをさせられるのか、それはいいピッチャーからね、まだ能力がね、平均的なピッチャーまでどうすることがいいのかっていうことを、さらに勉強して、実践して、 で、成功することもあれが失敗することもあって、そこを考えながら、どんなピッチャーでも、 あの、自分の考えのもと、いろんなことをできるっていうようにした方がいいと思うね。で、そうなってくると、今の現状で言えば、もうね、宮を抹消されたほとんど佐々木朗希専用ピッチャーになってくる。佐々木朗希専用ピッチャーっていうと、先ほど言ったように、そんなに深く考えなくても、えー、抑えることが可能なピッチャーってなると、ここからね、上り目になる経験値とね、その知識、それは成功不成功っていうところが、全く本人のためになっていかないと。 思うんだよね。で、まあもちろんね、バッティングっていうところをもうちょっと考えた方がいい。個人的に俺が思うのは、まあもちろん反対方向を打つのはいいけども、引っ張れる中で反対方向っていうのをできた方がいいから、もうちょっとレフトにホームラン、レフトに長打っていうものを打てるようになってからの反対方向を打っていかないと、もうどんどん結果だけにこだわりすぎて、こじんまりとしたバッティングに見える。それは今の年齢から考えても、もったいない。もう田村ぐらいの感じが、 もう明らかに無理やからコツコツやっていきますみたいな感じだったらまだ年齢的なことも考えて理解はできるけど、まだ松川がここから伸びていかなきゃいけない時に、もうあのセンターから反対方向中心でっていうなんかこじんまりとしたバッティング、しかもあれで3割ぐらい前後打てればいいんだけども、それで打っても2割打てるか打てないかってなってくると、正直ね、もったいないというか期待値がどんどん下がっていくし、あの、大きく育たない。 っていうことを考えたら、このね、一回二軍に落として、ね、いろんなこと、マリンズの若いピッチャーからも含めてもいらんのこと、もう一回ブロッキング、スローイングからね、あの基礎的なことをもう一回技術アップして、そして体力っていうところもアップして、いろんな考え方、いろんなリードっていうとも、二軍で知識のもとを経験してで、そこでスキルアップして、全体的に。で、それで大きく成長して、 帰ってくればいいし、もう大げさなこと言ったら、今年ずっと二軍でもいいぐらい。それぐらい、二軍で、やらしてやらしてやらしてして、いろんなことを上げて、また勝負させるようにしてもいいんじゃないのかなっていうね。まあその、高卒一年目っていうところとドラフト一位っていうところでね、ちょっと珍しさもありね、で、ロッテに絶対的なキャッチャーがいないっていうところで期待値は上がったけども、まだね、あの、若いんでね、そう考えると、うん、ね、 一軍でっていうところでね、出場機会もない中で、無駄な時間を過ごすよりは、二軍に行って、しっかり茶物を持って帰ってくるっていう方が十分いいんでね。もう本当に、まあ、みまと一緒に帰ってくるっていうパターンも考えられるけども、まあ俺はもう思い切ってずっと二軍、圧倒的な二軍で成績を残さない限り、ずっと二軍でもいいぐらいの育て方でもいいんじゃないのかなっていうね。で、まあでもね、だからと言って、田村、佐藤、ね。まあエムラが一軍に上がってきたけども、全員パッとしない。 誰も対して打たない。もうちょっと頑張んないと。っていうところはありますよ。ね。田村に行ったっては打率1割大差だし。 佐藤もまだ2割ちょぼちょぼだし、あの、ま、あここからね、どういう風になっていくかわかんないけども、ね、せっかくこのね、松川がいなくなって、チャンスが回ってきた中でね、そこでしっかりしたものを持たないと、2軍で経験を積んで、いろんなことをして松川に一気に抜かれるっていうね、パターンも考えられるんでね、ま、あそこら辺はしっかり頑張ってもらいたいということと、今日はね、ノーヒトの乱されかけてますよ。ま、あまだね、パリーグ全体的にね、このいい拮抗した感じでね、非常に面白いシーズンになってるんでね、またロッテのキャッチャー陣がね、どこまで頑張れるかっていうところはね、えー、見ていきたいっていうところ、 マルシ今回のね松川を二軍に降格させたっていうのは非常に、えー、いい判断だったし、将来的な松川のことを思ってもね非常に良かったんじゃないのかなというふうに、えー、思います。ということでね早稲田のピックアップニュース。 お送りしました。皆さんはね、どんな考え方をお持ちでしょうかね。ま、使にはもっとバッティング、キャッチング、スローイング、ブロッキング、もっともっとスキルアップしていかないと。ね。このままずっと無駄に一軍にいても平均的な選手になってしまうんでね。そういったところではさらにね、鍛錬励んでもらいたいと思います。ということで、佐々木と前のピックアップニュースでした。それでは。